ゴラス。コントロールといえば誰を思い浮かべます？上原浩二さん。あ、金子千尋さん。なるほど、岸さん。ああ、なるほどね、わかるわかる。ゴラスプレー熊谷健太郎。不思議なステップ入った。苔のように広がるアクション。ゴラスに困ってない我ら新選組。あ、俺が言ってもちゃんと来るんだ。よしよしよし、任せてくださいよ。はい、ということで前回は記憶力検証しましたけれども、今回検証するのはコントロール力。コントロール力、より正確にものをコントロールすることができるかチェックしていくぞ。まあ、いろんな意味がありそうですね。何のコントロール、いいね、そのメンタル的なコントロールなのか。あ、そういうのも入ってくるんですか。わかんないです確かに、まあ、いろいろありますけれども、まあ、少なくともコントロールに特化した検証は初めてでございますので、どんな種目があるんでしょうか。でまず最初の種目いってみましょう。一つ目はストラックアウト。結局ただあの、まあ、ストラックアウトって言ったら、まあ、思い浮かべるのはね、あの9マスあって、はいはい、数字がね、書いてて、ね、あの5いきますみたいな方なんだと思うんですけど、はい、今回は紙コップがタワー上に置かれて、それに向かってボールを投げます、うん、で1人につき、3投投げることができます。3球投げられます、はい、でその3球の中で倒れた紙コップの数でステータスを検証していくと。はい、わかりやすいと思うんで、じゃあ早速やっていきましょう。さあということでフィールドの準備ができました。目ん玉かな、どっちからいこう。まあまずは私からでいいんじゃないですか。グリーンからいきますか、投げる箇所がここです、ここからいささか遠いのではないでしょうか。なんなら始まる前にゴーラスタッフさんが、まあでも結構近めなんでとか言ってたんですよね、あんた嘘つきだね。まあ、確かにストラックアウトという風な点で言えば、はい、遠かない。ふむなるほど、まあまず思い切りいきましょう、いきます。はいよ。アジャストしていこう。なるほど。おお、ここかな。ああやった嘘でしょ、怪我しないでよ。ボール投げないから普段。これは全く当たりを感がしない。ここにバウンドさせてもありなんじゃないか。なるほど、バヨーンっていきます。さあラスト1球。おおおお、ということでグリーンの記録が3でございます。これはいやでもちゃんと調整して調整していったよ最後。素晴らしい。じゃあ交代しましょう。はい、これ、ね、何番狙いますか。何番とかあんの。まあ狙い的にはどこなのかなと思って一応、まあ気持ち左下の黄色2つ付近かな。なるほど、お願いします。いやでもこう逆にこんな軽いボール普段投げないからな。いきます。おお、ああ、やっぱ無事いいわ。じゃあ行きます。おうわおうわ、逆に倒れねえとかあるんだ。当たったのに。お、これは意外と俺が負けんじゃないか。じゃあラストです。行きます。大丈夫です、好きなテンポで。うわうわ、あー同じだ、でも3ということで、2人とも3つということで引き分け。まあまあ上々でしょう、まあ悪くない、悪くない、成長だと思っていただきたい、あ、当たった当たった。何点何点。ゴラス点。ということで続いての種目はダーツでございますけれども、馴染んでますね、まあ、色が。そうね、確かにブルーカラーですね。並んどこうか、これ何点だ。 G ドッグともう全く同じ色してますよこれ。まあこれでコントロール測っていきましょうというところなんですけれども、まず1回につき3投投げることができまして、はい、で3投投げたらターンチェンジです、はい、次じゃあ例えば仮にブルーが先手だったら次またグリーンが3投投げてもらいます、はあはあ、これを計1人3回、はあはあ、9投割ります、はあはあ、なるほど。1
1人9回投げることができまして、はい、で最終的な、総合計得点で勝負になるんですが、うん、特別ルールが1個ございます。こちらにね、3、この縦の列に3があるんですけれども、うん、3に刺さった場合、うん、自分はその刺さったポイントなんですが、うん、相手に10マイナス10ポイント押し付けます、うん、ダブルだと、じゃあ 20、トリプルだと30にしましょうか。はー、マイナスね、面白いっていうのがやっていきましょう、うん、ということでございます。じゃあ、お好きなタイミングでどうぞ。私実はマイダーツを買ったことあります。おお、それだけ言っておきましょうか。すげえ自信だ。いきます。はい、どうぞ。そうか、刺さらないっていうのか。お、でもブルですよ。まあ2投捨てさせていただきました、ということで、先行のグリーンはまず50点です。いきます。ダメだ、もうさっきのがちらついちゃって、もう50と7、59、まあ、ポンポンいきましょう。ちょっと待って、はい、せっかくだからさ、はい、逆にじゃあ5に入ったら、うん、相手2歩下げられるとかにする。追加でいろんなルールが、相手を2歩下げる、うん、だから今投げてるところが1、2、こっからみたいな。じゃあ5を1本にしましょう。5一歩、5のダブルで5、2、3にしようか。じゃあそうですね、もうトリプル3本、3本でしょ。せっかくだからね。いいでしょう。ではいきます。まあでも私はね、純粋に真ん中狙いますよ。刺され、お、いいね。1、刺され、10、刺され、お、いいね。12のダブルだから、24、25の40です。緊張するね、なんかこれ普通にね。いい、大人な雰囲気ですね、ちょっとね。じゃあ、いきます。おお、あ、また、あ、やっちゃった。18ダブルだと、うん、36、37ですね。37、いきましょう。はいはい、ではいきます。おいおい、惜しいな。12、なんか刺さればほぼ勝ちです。じゃあいきます。あ、1、まだまだ5点差。え、あ、負けた。負け負け負け。ということで1の、7に14だから15点ということで、ブルの勝利。まあ、意外といい勝負でしたね。そうだね、うん、ということで、はい、続いてがコントロール力最後の検証になります。続いてはドローンです。うー、よし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 、頑張ろうね、頑張ろう。あ、続いてはドローンレースです。ドローン勝ってる、あのうちのドロンコちゃんです。急に新キャラ出ましたけど。ドロンコちゃんです。ドロンコちゃんですか。はい、ということで、まあシンプルですね、はい、今からドローン操作でコントロール力を測定いたします。急に予算が増えましたね、なんか。まず、はい、スタート地点がこの白いボックス、はい、ここからスタートしまして、はい、まず飛び立ちます、ブーンと、はい、でもって、まずポイント1、はい、こちらの柱、はい、これを、まあ右回りでも左回りでもどっちもいいんですけど、はい、一周します。おー、なるほど。一周した後に、うん、ドローン飛ばしてない方が持ってるフラフープ、ちょっと持ってもらっていいですか。もうちょっとここで、でこうブーンって一周した後にフラフープを抜けて元に戻ってきて着陸させる。おー、これまでのタイムの計測です。なるほど。それではやっていきましょう。まずはブルーの挑戦でございます。お、レディーゴー。飛べドロンコちゃん。さあさあさあ、まずはポールを一周して、結構上空ですけど、おおお、ポールを捉えてますよ、ポールを。あ、
あーいいですね。そしてこっち奥側から出てくれば一周したということに。だいぶ大回りですけど、一応ポールは一周、ここからまっすぐ行けば、あー一周は OK、 一周はしたね。さあここですよ。あ、待って待って待って、固定します。ごめんグリーン。まあ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 いいでしょう、ギリギリね。備品を今吹き飛ばしてましたけど、ああいいいい、条件クリア。あとは白い台座に着地すれば、あん、ああ着陸着陸再着陸再着陸いきましょう。あ、その感じで、あん、再着陸、あ、もう俺このスマホの操作超苦手。あいい、あいけそういけそう、おお終了ということで、まあ一応タイムのね勝負なんで。そうだね。じゃあグリーンの準備がよろしければ、ではいきます。お願いします。いけ、栄光をつかめ。どうですか、俺に歯向かうか。自分に来てますけど、よしよし、いい子だ。まずはポールを一周していただきます。いい子だ。ここがうまいんだよねグリーンね。もうね、向きを変えないという戦法です私は。なるほどね。向きを変えずに行かせていただきます。参りました。お、いいよ、うまっ。さあ、あと着陸だ。これさえうまくいけば、俺に牙を剥くか、俺に牙を剥くか。さあ、ここなんですよね。まあ、微調整ですよ。あ、いいね、いいね、いいよ、繊細繊細。私の得意な微調整で。ちょっと待って、着陸のこのメニューに入った時に操作ができなくなるの、できなくなるんだよね。これ修正案件、うまい、終了。さあということでグリーン非常にスムーズに、参りました。ということで2人のチャレンジが終了、ブルー1分18秒。なるほどなるほど。そしてグリーンが55秒、ゴーゴー。ということでグリーンの勝利。これに気づいた方いましたか、私が手間取っていたように見えたでしょう。まさか狙ってました。まあそれは皆さんの想像にお任せしますが、ということで、次回からですね、残りの3人、イエロー、ホワイト、ピンクのステータス検証を行います。楽しみですね。どうなるんでしょうね、そちらもお楽しみに。それでは来週もさあコーラス、僕たちもステータス検証してみたらどうなるんだろう。ごめん、ちょっと待って、また喋り方変わった、あれ違ったっけ、なんか、まあ、未知数なのはアクイちゃんかな、なんか身体能力とか身体的に考えて。あー確かに確かに、身体ないもんね、うん、僕はエッグがどうなるか、でも中からあいつが来る、誰怖い、怖いよ、ま、次回からはイエローとホワイトとピンクが検証を行うみたいだよ。あ怖いよ、あまたね。